1796年イギリス総選挙は、第18期グレートブリテン議会の庶民議員議員を選出するために行われた選挙で、グレートブリテン王国最後の総選挙である。グレートブリテン議会は1707年に、イングランド議会とスコットランド議会が合同した時に、成立した。グレートブリテン王国は1792年により、フランス革命戦争でフランスと戦っており、 首相は1783年に就任したウィリアム・ピットである。ピットはホイッグ党とトーリー党の戦時連立内閣を率いていた。主な野党はチャールズ・ジェームズ・フォックス率いる比較的に弱いホイッグ党の一派のフォックス派である。1797年以降の4年間はフォックスが議会から離脱する方針を取ったため、政府は議会でほとんど反対に合わず、 ジョージ・ティアニー率いる少数の議員のみが党員して政府に反対した。アーチボルド・フォードによると少数派が75人に上ったのは一度だけで時々10人未満だった。グレートブリテン議会が存在した前期間を通して区割りが変更されることはなかった。下記ではモンマッシャー・オーウェールズに参入しているがこの時期に関する文献ではイングランドに参入する場合もある。 BC バラ選挙区、CC カウンティ選挙区、UC 大学選挙区、BMP バラ議員、CMP カウンティ議員、アンプ大学議員。出展、総選挙は1796年5月25日から6月29日まで行われた。この時代の選挙はすべての選挙区で同時に行われず、各バラや軍でバラバラに行われた。ありがとうございます。